はい、どうも、しです。今回はですね、うつ病の原因探しをしてしまうと必ず病んでしまうっていうね話をしていきたいと思います。で、これね、結論から言うと、なぜ病むのかっていうとね、その原因探しの結論っていうのが必ず精神論的なねものになってしまうからなんですよ。自分ってなんでうつ病になったのかなっていう感じで、こう頭の中でさ、いろいろ巡らしていってるとさ、自分の過去の経験とか過去のエピソードっていうのをこう掘り返していくじゃないですか。例えば小学校の時こう、中学校の時こう、高校の時こうみたいな感じでね、思い浮かべていくでしょ。そのエピソードってさ、全部その自分の気持ちが弱かったからっていう感じになっちゃうな。要はその精神論的なね感じになっちゃうでしょ。例えばね、私の場合だと小学校の時にいじめになったことがあるんですけど、その経験があって2年引きこもってたんですよ。なんか親に聞いた話だとね、カーテンの隙間からこう友達が帰ってくるのを覗いてたりとか、体操座りしてね、もう今年取ったけど体操座りできん、体操座りしてさ、こうやってなんかずっと落ち込んでるみたいな、まあ、そういう時代もあったらしいんですけど、なんかそれってさ、うつ病の原因っぽいなって感じするじゃん。するけど、まあ今思い返すとこう、いじめのレベル的にはそんなにね、いじりがちょっと行き過ぎたぐらいの程度じゃねっていう、まあ今思うとですよ。そうだし、まあ、もっと辛いいじめとか受けてる人もいっぱいいる中で、そこまでって思うし、まあもちろん辛さとかそういう感情っていうのはあくまで主観的なものなんで、自分がどう思うかが全てなんで、その当時のホッシーは死にたくなるぐらい病んだんだろうけどね、まあ、なかなか自分のこととなるとね、主観的になれなかったりしたりするんだけどね。でも今私の話を聞いて、あ、分かる、私もそうだったとか、まあ、私はそのいじめられた経験とかはないけど、昔高校こういうことがあって、それがこう心が傷ついて尾を引いてるのかもしれないっていう風にね、あの聞きながら思い出した人もいると思うんだけど、でもさ、うつ病っていろいろ原因があると言われてるじゃん。まだはっきりと分かってはないっていう中で、遺伝的なものかもしれない、遺伝とか遺伝子的なものとかねかもしれないし、何かしらのウイルスが原因なんじゃないかっていう話も出てきたりしてるんですよ。なんか最近ニュースでね、ヘルペスウイルスがうつ病の原因だったみたいな感じでこう大々的にね取り上げられてました。まあ、もちろんね、うつ病の原因の一つかもしれないって話で、それで全てうつ病の原因が説明できるわけでもないと思うので、まあ、そこはちょっと注意しながらね、あの見なきゃいけないとは思うんだけど、まあ、でもね、そういう可能性は出てきてるわけですよ。普通に生きていく以上さ、自分のさ、細胞とかさ、あれをこう採取してさ、見て、あ、この遺伝子があるってことは俺うつ病傾向が強いなとかっていう風にこう観察できる人いないじゃん。そういうことをやろうと思う人もまあほとんどいないというか、そんな初めて知りましたって人もいるかもしれないし、ついついなんかね、あのうつ病って脳の病気だってみんな言ってはきてるんだけど、自分のうつ病原因をね探そうとするときに必ずね、そういう精神論的な方向に行っちゃうんですよ。というかそれしか材料はないから。だってウイルス的な何かとか、要はその生物学的な何かっていうのは検査をしてもらえないとわからないからね。検査してくれるとこあるんですかね。自分がうつ病の遺伝子持ってるから検査してほしいんですけどとかさ、あのヘルペスウイルスのこの間のやつって検査できないんですかとかって聞いてやってくれるとこあるとはちょっと思えないんだけど、まあ、そういうのって基本的にできないからさ、意識できる領域じゃないわけじゃないですか。なんでこう原因探しをねついついしちゃうっていう人はさ、それを念頭に置いた上で、まあ、原因は分からんけど辛い中自分はよく頑張ってきたなっていう感じで認めてあげる程度でいいんじゃないかなと思うんですよね。辛い中自分をよく頑張ってきたって認めることができないって人は、あのさっき話したさ、辛さとか感情ってのはあくまで主観的なものだぞってことを思い出してほしくて、もう本当に主観的なものなんですよそれは。いや、例えばよ、まあ、こんな人いないと思うんだけど、うつ病経験者です、で iPhone を持ってますという人がいるとするじゃないですか。で iPhone を落としてしまいました。で iPhone の画面がバキバキになってしまいました。まあいるよね、バキバキになる人ね。でその人に話を聞くと、いや俺にとってはね、うつ病よりもね iPhone の画面バキバキになる方が辛いわっていうね人ももしかしたらいるかもしれない。まあ1億人探して1人いるかいないかぐらいの割合だと思うけど、でも中にはいるかもしれない、極端な例だけど。でもね、辛さとか、まあ、喜びもそうなんだけど、感情っていうのはねそういうものなんですよ。だからさっきの私のいじめの経験の話もそうで、今はないんですけど、こことここにね結構大きなほくろがあったんですよ。まあ iPhone でいうとこうカメラのレンズぐらいのサイズぐらいかな、ちょうどそれぐらいの大きさのほくろが2つあって、でそれをねめちゃくちゃいじられたんですよね。なんか黒板の隅っこにそのほくろが書かれてるとか、あとなんか当時練り消しとかが流行ってたんで、消しゴムのカスをこう丸めて作るやつ、まあ、今考えたら汚いけどな、それをこう顔につけて私の方見てニヤニヤしてるみたいな、結構ね男の子がそれやってたんだけど、なんかもう耳っちいことやってますよね今思うとね。だからといって例えばなんかうぜえとかキモいとかそういうことをまあ言われてたか、まあ、ちょっとは言われてたと思うけど、
それで完全に無視されるとかもあったけど、でもなんか殴られるとかさ、どっか閉じ込められて水ぶっかけられるとか、そういうこうよくドラマとかあるようなやつね、あそこまではされてないし、私と同じようにいじめられてた女の子で全然いじめに屈しなかった強い女の子いるんですけど、その子はねもっとひどくて、上履きを埋められるとか、上履きに画鋲を入れられるとかね、とんでもない、今思うともう犯罪だよねっていうようないじめを受けてたけど、その子はマジで屈しなかった、まあ、強い子だったのか、まあ、強がってたのか分かんないけどね。でも私はもっとレベルの低いところで屈してたんですけど、まあ、これも結局あくまで主観的なもの、どう感じ取るかなので、もしかしたらそのもっと辛いいじめを受けてた子っていうのは別のところで発散できてたかもしれないし、私はその程度のことで潰れてしまったのは、まあ、元々弱いってのもあるかもしれない、メンタル豆腐しかも絹ごしだったのかもしれないけど、まあストレス解消が下手とかね、その大きく捉えすぎていたとか、まあそういうこともあると思うし、まあで HSP の気質もあるんで、その関係してるかもしれないけど、っていう感じでね、主観的なものなので、まああまりこう自分を責めすぎずに、まあ他の人はこんなに頑張ってるのにとかって思うかもしれないけど、関係ないから、他の人は関係ない、もう自分が、そこそこやったなと思うんだったらもうそれでいいんですよ。結局ね、最終的にはね、自分を可愛がるとか自分を褒めるってくれる人っていうのは最終的には自分しかいないので、うん、もちろんいますよ、私もそのチャンネル登録者数こんなにいってすごいですねって言ってくれる人たくさんいます。でもさ、俺が夜中の2時にさ、メンタルすごいやんで、うわもううわーってなってる時にさ、あの横で一緒に寝てくれてさ、いやもう星は頑張ってるよ、もうあんなにチャンネル登録者数ってすごいよね、 YouTube 今ちょっと伸びがあれかもしんないけど、でも星は頑張ってるよって言ってくれる人いないんですよ、夜中の2時に。呼んでも来てくれないよ誰も。そういう時はもう自分で言うしかないじゃん。だから結局自分で言えるようになんないとさ、なかなか難しいわけなんで、まあ原因探しをねやりすぎてる人っていうのは、さっき言ったようにその辛さとかそういうのは主観的なものだからね、自分で自分を褒めてあげられるようになるといいかなというふうに思います。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。